なんだここは。邪竜がこの奥にいるの。これは異界の門の中、いや空間が入り混じっているような。異界の門の数が多すぎて時空が歪んでしまっているのでしょうか。へえ、いけない雰囲気だな。危ない気配がビンビンするぜ。何が出てくるかわからないわね。絶対に匠様をお守りしなくちゃ。邪悪な力いっぱい感じる。気をつけて。この中を進んでいかなければ邪竜のもとに行けないとは厄介だな。黙って進むだけだ。ナバールさん、そんなこと言わずにみんなで声かけ合って進もう。そうね、勝っても負けてもこれが最後の戦いならもう少し仲良くしたいわね。カミラお姉ちゃん、勝っても負けてもとか言わないでよ。ええ、ちゃんと勝って終わりましょう。皆のため、それぞれの世界のために。みんな心の準備はできてるよ。号令は頼んだからね。皆さん、行きましょう。今こそ、邪竜を打ち滅ぼす時です。ああ、俺たちの力でこの戦いに決着をつけるんだ。何でしょう。よろしくお願いします。何かしら。よろしく頼むよ。なんだ。よし、わかった。はい、わかりました。お、任せろ。よろしいですか。よし、行きましょう。成長したな。流脈のある砦で力を解放すれば空間のねじれを元に戻せるんじゃないか。よし、邪竜のいる場所へ行くためにまずは砦を制圧しましょう。ミッション開始です。大変、止めましょう。邪竜の力が強くなっているみたいです。俺に任せろ。あの穴は波の力を感じるよ。早く塞いだ方が良さそうだ。この感じに、ダリオスのアイトリス城で闇の力を得ていたものと同じみたいだね。だとすると傷を癒されてしまう。なおさら放っておくわけにはいかないな。ミッション開始です。制圧しました。これからも精進しよう。
を試したい。次の敵はどこだ。やりましたね。思った通りだ。邪竜に流れ込む力が少し減ったよ。僕も借ります。行きましょう。結果におごらず自信を高めていくぞ。やりましたね。俺に任せろ。敵の増援です。やるぜ。遠距離攻撃を受けています。あの魔導士に凄まじい魔力を感じるよ。これが邪竜の力なのか。俺がやる。苦戦です。助けましょう。
を頼む。よっしゃ決めるぜ。気合入った。通れるようになりましたね。ミッション成功です。はい、わかりました。ようやく道が開いたか。邪竜の力をもう少し削れないでしょうか。戦える気もしますけど不安です。もうちょっとだけ弱らせた方が戦いやすいかもね。一気に決めてやる。よし、行きましょう。もっと強くなる。及ばないか。誰か救援を頼む。やりましたね。運命を変える。俺は負けん。買いに行きましょう。これで全部閉じたかしら。邪竜の力かなり弱まったわね。よし、邪竜をぶっ倒してやる。遠距離攻撃がやみましたね。魔導士を一人倒せたおかげで魔法も片方止まりましたね。だが魔導士はもう一人いる。そいつも倒すぞ。よし、
行きましょう。やりましたね。これで安心ですね。この力を試したい。やりましたね。これで安心ですね。通れるようになりましたね。まずいな。魔物が湧き出してくるぞ。敵の増援です。これ以上状況が悪化する前に門を閉じてしまいましょう。ん？任せろ。敵を殲滅する。力を貸せ。あ、突き進むぞ。俺たちの絆で運命を切り開く。この一撃で遠距離攻撃がやみましたね。ミッション成功です。よし、魔物は両方ともやんだ。邪魔はうまくいったね。今こそ。みんなのためもっと頑張れる。やりましたね。ほら、お安くしてたわよ。無事に買えました。はい、またのご来店を。これじゃまずいな。悪いけど手を貸してよ。解放しました。制圧しました。制圧しました。俺はまだやりましたね。俺は強く。これで安心ですね。苦戦です。助けましょう。わかった。なんだ。よし。これじゃまずいな。悪いけど手を貸してよ。制圧しました。運命を変える。覚悟はいいな。制圧しました。苦戦です。助けましょう。これじゃまずいな。悪いけど手を貸してよ。やりましたね。解放しました。制圧しました。やりましたね。できな。その圧倒的な剣さばきで俺たちの未来を切り開いてくれ。解放しました。やりましたね。やりましたね。まさに天下無双の活躍だな。一人の武人として感服したぞ。負傷してしまいました。任せろ。
俺は戦う。やりましたね。お？任せろ。私は、私たちは諦めない。どんなに強大で邪悪な存在でも必ず倒してみせるわ。ダリオス、見ててくれよな。みんなを、この国を救ってみせる。滅ぼさせたりなんかしない。お前を絶対に倒します。お前なんかには絶対に負けない。俺たちの絆の…なんだ。よし、なんだ。よし。お？任せろ。うん、分かった。はい、わかりました。皆さん、行きましょう。邪竜を倒し、全てに決着をつける時です。ミッション開始です。覚悟はいいよな。通れるようになりましたね。苦戦です。助けましょう。これって俺ヤバいんじゃないか。敵を殲滅する。力を貸せ。あ、突き進むぞ。俺たちの絆で運命を切り開く。これはまさか邪竜が武器を使って攻撃。覚悟はいいな。本当に武器を使ってきたのなら、相性を考えれば有利に戦えるはずです。よし、行きましょう。敵の増援です。この位置、野竜が自ら増援を召喚したようだぞ。厄介だ。増援は皆同じ武器を持っていますね。相性を考えて戦えば敵ではありません。よし、行きましょう。今の私には怖いものなのない。運命を変える。一気に決めてやる。もしかしてあいつが弱ったことで異界とのつながりも弱まってるんじゃないか。そうかもしれないね。だとすると僕たちももうすぐ元の世界に。そんな、お別れってことですか。皆さんの体が。敵の増援です。先ほどとは違う武器を持った敵のようです。皆さん気をつけてください。よし、行きましょう。報告します。邪竜の様子が変わったぞ。いよいよ本気ということか。追い詰められている証だ。敵の増援です。
力は残っていないように見えますよ。残念だけど、これでお別れみたい。最後に私と約束して。絶対この世界を救ったよね。あなたたちならできるよ。私が保証します。今のあなた方ならばどんな困難も乗り越えられるでしょう。それでお別れなんですね。私絶対に忘れませんから。絶対にまた会おうぜ。漆黒のウードのこと忘れるなよ。さあ力を貸してください。おお、任せとけ。俺たち前で勝手なわけはさせない。あの、頑張ってくださいね。私ずっとずっと応援してますから。準備はいいぜ。今だけは泣いてもいいですよね。皆さん、さようなら。覚悟はいいよな。いろいろなことがありましたけど、今のお二人に心配はいりませんよね。行こう、二人とも。運命はこの戦いで決まる。もう僕の策はいらないね。全力でぶつかっていくだけだ。さあ、まだ見ぬ未来をこの手で切り開きましょう。お前たちは前だけを見て戦え。その背中は俺たちが守り抜く。みんなありがとう。俺たちがアイトリスを救ってみせる。またみんなの体が消え始めてる。やりましたね。かなり強くなった。これで安心。やった。よっしゃー、勝ったみんな、力を貸してくれて本当にありがとう。邪竜を打ち滅ぼせたのは皆さんのおかげです。みんなが手を取り合って信じ合えた、その結果です。本当によかった。元の世界に帰る時が来たようだ。今のお前たちになら俺たちの力はもう必要ないだろう。お前たちがやり遂げたように我々もことをなさねばな。アイナと白夜の未来のためにも。随分長い間みんなと一緒にいた気がするよ。たくさんの絆が紡がれたね。ああ、俺たちは最高の仲間だ。元の世界に戻っても決して忘れはしない。また会えることを信じて私たちも行きます。それぞれの世界の未来のために。私たちは信じ合い、支え合って前に進んでいきます。あなたたちも何があってもお互いを信じ続けてください。この先どんな大変なことが待ち受けていたとしても君たちは一人じゃない。きっと乗り越えられるよ。また会おう。
これで終わったのね。いや、ここから始まるんだ。これからは俺たちの力でアイトリスを守っていかないとな。ええ、私ももう逃げたりしない。どんなことだってやり遂げてみせるわ。帰りましょう。ああ、俺たちの城へ。
どうやら俺が一番活躍したみたいだな。これからも力を合わせてやってやろうぜ。これからも一緒に戦おう。頼りにしてるよ。どうかこれからも私と共に戦ってくれ。お前との絆は運命なんかよりもずっと強い。どうかこれからも私と共に戦ってくれ。あなたのことをもっと理解できるようになったみたいです。新しく追加されました。新しく追加されました。ここまで遊んでくれてありがとうございます。とても嬉しいです。